皆様本日はお忙しい中ニューカマロ、プレス向けの発表会にお越しいただきましてありがとうございます。今ちょっと外雨が降ってしまっているようなんですけれども、この、暮れに向かっているお忙しい中、これだけ多くの方にお集まりいただきまして、心より感謝をしております。本日 の、 簡単な流れを、ご説明させていただきます。まずですね、弊社の代表取締役社長の若松よりプレゼンテーションをさせていただきます。その後ですね、簡単な質疑応答をさせていただきまして、ここから皆様には大変お手数なんですけれども、一旦外に出ていただいてアンベールをするという流れになっておりますので、最後までお付き合いいただければなと思います。それでは早速ですけれども、弊社の若松よりプレゼンテーションをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日は本当に忙しいところにご参集いただきまして誠にありがとうございます。ゼネラルモーターズの若松です。多くの記事掲載や市場など皆様には本当に志望を今から応援してくださってありがとうございます。感謝申し上げます。第6世代目のカマロ、ご披露目、それとともに志望を含む日本の事業の総括とですね、展開について皆様にお話をさせてもらったのがもう一昨年の12月になります。ですのでもう2年が経とうとしております。時にご覧いただいたカマロ、それから約1年間のですね、予約注文の時期を経て、そして昨年の11月に販売を開始させていただきました。そして今年から本格的な販売体制となったカマロは、今や私どものシボレイビジネスの中の、コアを担うモデルとなりました。多くのお客様からこんなに多くの待望の声を聞きまして、私どもとしては本当に嬉しく、思います。本日はさらに進化したカマロを皆様にご覧いただきたいと思います。それでは早速私の方から日本市場におけるシボレイブランドの状況と展望、それと新型カマロについて、そして新型の発表を記念した限定車について説明させていただきます。さてまず日本市場におけるシボレーブランドの現状についてお話しする前に、私どもゼネラルモーターズ、コーポレーション、ゼネラルモーターズカンパニー、それとゼネラルモーターズジャパンについてお話をさせてください。ご存知の方も、多いかもしれませんけれども、ゼネラルモーターズの車を日本市場で販売を開始してからですね、1915年から始めております。また私どもゼネラルモーターズジャパンは1927年に創業いたしまして、昨年90周年を迎えさせていただきました。現在は従業員約50名、そして正規販売来店のショールームが約30店舗という本当に少数精鋭の組織でありますから、それが私たちの強みだというふうに思っておりまして、今後の100年に向けてさらに力強く邁進してまいりたいと思います。またゼネラルモーターズとしては将来のビジョンとして、そしてミッションとしてトリプルゼロというものを掲げております。私ども CEO メアリー・バラがトリプルゼロを掲げている中で、自動車メーカーとしてだけではなくてですね、テクノロジーカンパニーとして今後将来ゼロエミッション、排気ガスゼロ、ゼロクラッシュ、事故ゼロ、そしてゼロコンジェッション、渋滞ゼロ、こういう将来の社会を目指してですね、 GM はテクノロジーカンパニーとしてそれにぜひ貢献しようと、そういう決意を表明させていただいております。そしてそれが今日私どもの車作り、それと車を取り巻くモビリティサービスを提供するその根幹となっております。ゼネラルモーターズの中で中心的な存在のシボレーはですね、1911年米国で生まれ、100カ国以上の国で販売して、今世界で約400万台以上のですね、乗用車とトラックを販売しております。ですので、ゼネラルモーターズにとっても最大のブランドでもあるんですけれども、世界の中でも最大ブランドの一つと言っていいと思います。日本ではシボレーブランドの中でも特にアメリカ車らしい、そして力強いスポーツ、それを中心に展開しております。すなわち、今日、ご覧いただくカマロ、そしてコルベットです。これらの、特にアメリカンスポーツをアイコニックシボレーとして位置づけております。ラインナップを絞り、ニッチなマーケット展開に舵を切ったことで、一時期台数は以前よりも
低迷しましたけれども、昨年からおかげさまで徐々に台数を伸ばし、今年は、先月末現在でですね、すでに、昨年の台数に 100台にも切るところまで来まして、このまま順調にいけばですね、前年を上回る、そういったことが期待されております。そして先ほど申し上げました通り、その牽引役となっているのが、カマロです。初代1966年、に発表しました。モディアデと1967年モデルです。ですのでカマロは、日の山生まれですね。流麗なこのクーペスタイルとパワフルな走り、そして V8 エンジンが中心となってきてですね、常に時代の、変化を捉えてパフォーマンス、スタイリングとともに、先端技術を投入しながら、アメリカンスポーツの象徴的なモデルとしてですね、確固たる地位を築いてきました。日本市場においてもその個性的デザイン、力強いパフォーマンス、そして、2プラス2のパッケージが支持されて、これまで約20年以上にわたりカマロは累計で2万台以上販売されているモデルであります。実は私も20代で社会人になって初めて買った車が、この時は3代目のカマロです。ちょっと個人的な話ですが、うちのかみさんと初めてデートした時もですね、その時のカマロを乗っておりましたので、非常に思い入れがある車です。現在の第6世代目にあたるカマロは、 Evolution is never without purpose、 理由なき進化はないと、そういうコンセプトとしてですね、カマロの DNA を着実に継承しながら、無駄のない引き締まったスタイリング、そしてカマロ史上最も力強い V8 エンジン、軽量かつ光合成ボディに一新されたシャシーによる軽快な走りなど、格段の進化を遂げてまいりました。速さと俊敏性が進化した新たな走りを実現させたのは、軽量化を果たした新しいアーキテクチャ、それとバリエーションが広がった、パワートレーンです。そしてカマロ史上最も、高効率な、2リッター直列4気筒ターボエンジンの搭載も非常に大きな進化です。そしてこの現行カマロをご購入いただいたお客様のデータ、を分析しますと、非常に興味深い、ものが出てまいりました。50年以上の歴史を、誇るカマロでございますので、必ずし私たちは当初はですね、これまで GM 車を乗ってきてご愛顧いただいたお客様、カマロを乗ってきたお客様、そういった方が代替するんじゃないかという仮説を立てておったんですけれども、実は、7割を超えるお客様は今まで GM 車も乗ったことない、カマロももちろん乗ったことない、こういった方でございます。ですので、私たちにとっては嬉しい誤算であります。さらにこの新規の7割のお客様に年齢別に見てまいりますと、なんと20代のお客様が一番多いですね。これは本当に驚きの、特に最近若者の車離れというふうに言われておりますけれども、その中でこのカマロに乗りたいという若い世代がですね、これほど多くいることは、私たちはアメリカ社の文化振興を目指しておりますけれども、そういう私たちにとっても本当に大きな励みになっております。考えてみれば、私もカマロ最初乗ったのは20代でございましたので、決しておかしくはないですけどね。そして昨年2月に受注選考会、先行受注会、というのを、東京、大阪、名古屋で、展開してまいりました。カマロガレージデーと、言ってですね、私も実際に一日中会場に足を運んで、そこでさまざまな年齢の方の、来場者の方とお話をさせてきました。実にいろいろな方がいらっしゃいまして、例えばカマロ貯金ということをしている20代のお客様なんですね。あるいは今までカマロは実は乗ったことないんだけれども、昔から実際に乗りたかったんだっていう50代のお客様が、大学生の息子さんと一緒にこういらしていただいたりして、すごくそうやってお話をすることで貴重な時間を提供いただきました。モデル別に見ますと、こちらも面白い成果なんですけども、カマロというとですね、やっぱり V8 エンジン、それがすごく象徴的なんですけども、この第6世代カマロを発表するにあたって、その2リッター直列2リッターターボってどうなんだろうと、私たちもちょっと不安を持ってたんです。やっぱりカマロのイメージというのはアメリカンでマッスルで、パワフルなスポーツカー、そういった V8 エンジンのイメージがあるんですけれども、実際ですね、この時代の流れ、ダウンサイジングの流れに沿って
このように約6割がこの2リッターのエンジンを選んでくださっているということがあります。まあ、オーナー層だけでなくてですね、そのカマロに興味がある方、また検討してくださっている方まで裾野を広げて見ますと、カマロならではの特徴も見えてきます。現代はさまざまなツールで、まあ、各々の意見や感想を述べる方がおります。しぼりジャパンとしては、まあ、Facebook そして Instagram で、まあ、双方向のコミュニケーションを公式サイトとして運営しております。まあ、それ以外のツールを含めてカマロに興味のお客様、皆さんが、まあ、どのような生活をされて、どのようなライフスタイル、どのような文化を楽しんでいるか、どんなことに興味を持ってコメントをしたりしているか、まあ、そういったことをですね、まあ、こういったツールを用いてリサーチさせていただいております。そこから明確になっている、まあ、一つはですね、カマロのオーナーの方たち、特にオーナーの方たちは自分の車をやっぱり心から愛していて、その車に乗ることで、まあ、豊かな毎日を過ごしている。車を乗ることで自分の日頃の生活習慣が変わったりして、それによって自分の行動パターンや、ましては仲間の広がりも変わって、まあ、人生をも変えてしまうかもしれないというふうにちょっと思ってます。まあ、とある展示イベントで一緒になったカマロのオーナーの方はですね、まあ、シボレのセールスマンに勝るとも劣らない、まあ、情熱あるトークでいかにカマロが素晴らしいかということを伝えてくださって、本当にこちらの方がですね、聞き入ってしまいました。もちろん車を単なる移動の手段としてお使いになるお客様も方も世の中にいると思います。ただカマロのオーナーは本当に、違います。この車を自分で選んだこと、乗ること、そして集うことを誇りに持って楽しんでいらっしゃいます。これは本当に嬉しいことです。カマロをマーケットに提供している私たちは、まあ、彼らの期待を裏切ることがないよう、まあ、日々一緒にワクワクできるようなものやことや、そういう体験を提供しなきゃ、し続けなきゃいけないと、そういうふうに心を引き締めて思います。このカマロという名前ですけれども、まあ、フランス語でカマラード、あるいはラテン語のカマーラ、意味としては友人や仲間ですね。英語でするとコムラードという言葉がありますけれども、これに由来していることは、まあ、ご存知の方多いと思います。いつの時代もこの車は、まあ、唯一無二の、特に唯一無二の個性でですね、人を魅了して、そしてドライビングを共に楽しむ仲間のようなこう存在であり続けたのがこのカマロです。弊社も今年6月から Facebook 上でシボレカマロ公式コミュニティというグループを開設いたしまして、まあ、カマロのオーナーの方はもちろん、その他カマロファンであれば誰でもご参加できると、そういったコミュニティを立ち上げました。まあ、そこでは情報公開あるいはキャンペーンなどこういった情報をいち早く一般公開に先駆けて優先的に展開して公開しております。カマロのあるライフスタイルを全国のカマロオーナーがですね、リアルにここで発信して仲間の輪をこう広げていくキャンペーンを定期的に行っております。登録さえしていただければ、オーナーの方でなくてもですね、特に大きな垣根なく、そのコミュニティ、まあ、クローズドではあるけど間口が広いという、とてもアメリカ的なコミュニティだと、そういうふうにお声をいただいております。カマロのオーナーは、まあ、同じく他のカマロのオーナーとですね、カマロの価値を共有して、またカマロにまつわる楽しい体験をやっぱり共有する、そういった趣を、置いているというのも大きな特徴です。今年5月には富士スピードウェイで、まあ、初めて開催したシボレファンイベント、まあ、初めてだったんですけれども、シボレのオーナーの方たち122台、が一堂に会しまして、なかなかこう日本で見る機会ないですけども、このイベントは新旧のシボレのオーナーたちが、そしてシボレファン、あるいはご家族、幅広い層の方にご来場いただきましてですね、最後はこういうグランパレードで、まあ、100台を超えるシボレがサーキットを走行してます。本当に壮観で、特に轟くエキゾーストサウンドもですね、まあ、普段体験できないような、まあ、100台以上のシボレでございましたので、まあ、思う存分にシボレの世界を体験いただけたんじゃないかと思います。ご参加いただいた皆様にはですね、来年もやるんでしょうというようなご期待の声も上がっておりましたので、それに応えなきゃいけないというふうに思っています。まあ、このようにサーキットでたくさんお
客様が出向いてくださっていることからも分かる通り、もちろんエンジンスペックや速さとか乗り心地へのこだわり、ハンドリング、そういったこだわりもたくさんあります。まあ、特にそのサーキットで集まったときはですね、まあ、シボレトラックもありますけど、やっぱりカマロコルベットのお客様が多く集まりました。昨年からは全国のダストの正規販売店においてハイパフォーマンスツアーというものでコルベットカマロを出してまいりましたけど、今までカマロに対して抱いてたイメージが覆ったというお声を多くいただきました。一般的にアメ車はヨーロッパ車に比べると劣ってるんじゃないかとか、あるいはアメ車はゆるゆるしてるよね、アメ車はこう乗り心地が悪いんじゃないかとか、コストパフォーマンスが悪いんじゃないか、まあ、そういった先入観をお持ちの方もいらっしゃいましたけども、そういったアメリカ車イコールあんまりまあいい車じゃないんじゃないかっていうイメージを持って来られたお客様が、実際乗ってみたら180度見方が変わったというコメントを実際にいただいて、私たちも励みに持ってますし、こういった活動を日頃から続けていかなきゃいけないなというふうに思ってます。そしてカマラードたちが、まあ、共鳴するものの一つにカマロブランドの世界観というのはあります。今まで行ったキャンペーン、いやですね、日々の SNS、まあ、ソーシャルネットでの投稿で高い関心を集めていますのは、まあ、いつでもアメリカ的で、いかにもアメリカ的で明るく開放感のあるそういった場面、です。で、まあ、ここではこう西海岸テイスト、カマロは実はまあ初代から3代目までカマロはカリフォルニアのバンナイスという工場で作っておりましたけども、そのカリフォルニア生まれのテイスト、特にまあ高い空、そして、太陽、虹でカラフルで楽しげな構図、こういったものがすごく好まれて共鳴を得ております。まあ、イメージで言うと、まあ、皆さんも多分お好きでしょうけれども、まあ、カリフォルニアのサンタモニカのパシフィックコースト、ハイウェイ、マリブの方にこう駆け上っていく、まあ、そういった時にカマロが本当に楽しめるんじゃないかと思います。また梅雨の時期に日本で雨の日もカマロに乗って楽しもうということをテーマにしたキャンペーンを略してアメカマというふうに言わせてもらったんですけども、そしてカマロに乗ってみんなでお揃いの T シャツを着ようという、こちらはカマティというふうに略してですね、少しだけまあ表面の表現も面白く捉えてくれるのがこのカマラードたちでございます。そしてカマロオーナー、カマラードたちが、まあ、カマロを形容する上で一番使われている言葉、まあ、とてもシンプルなキーワードですけども、それが、まあ、とにかくかっこいいという言葉です。まあ、詳しいことをいろいろと説明しても、まあ、結局はとにかくかっこいいんだというのが私たち、まあ、カマロの、オーナーたちが思ってくださっているんですね。この購入に至った理由を伺いましたところ、一番 やっぱりはこう唯一無二のこうデザイン、もう一目でカマロと分かると。そして、まあ、ハイパー的ではなくした染みやすい、すごく独自性があるんですけど、別に他をこう突き放すんではなくてですね、常にこう時代の先端を行って、しかもアメリカの車だし、カマロでしかないこのスタイルと言っても過言ではないと思います。本日そのカマロが空に新しくなります。ニューカマロデビュー、もっと先へ突き進む、第6世代のカマロのマイナーチェンジと位置づけられたこの新型カマロ、まあ、フロントとリアのデザインも刷新してより洗練されたエクスレイヤーを採用しました。また60年代に活躍したレースカーで親しまれていました、まあ、ヘリテージカーはスノコブルーにインスパイアされた、まあ、メタリックを、それにさらにメタリックを足すことで現代的なテイストに仕上がったこの新しい新色リバーサイドブルーメタリックを追加して、これをイメージカラーとしております。今までのカマロのアメリカンマッスル、そしてまあポップなイメージだけでなく、よりクールでかっこいい、そういった仕上がりになっております。では新しくなったカマロ、まず3台紹介いたします。まずはカマロ LTRS です。これはまさに新時代のカマロを象徴するモデルであります。軽量化したまあコンパクトな設計の2リッターターボエンジン、最高出力275馬力、そして400ニュートンメーターのトルクを生み出します。歴代最高の高効率と、まあ、ドライビングパフォーマンスを実現するこのモデルは、俊敏で軽快、意のまま、軽快に走りを楽しめるのが特徴です。次にカマロコンバーシブル、爽快で開放的なドライブを満喫できる極めてアメリカな一台です。
これも2リッターのターボエンジンを積んで LTRS と同様に先進のドライビングテクノロジーを搭載し、スポーティーで快適な乗り心地を実現しています。先ほどオープニングのビデオにもありましたけれども、走行中時速30マイル、約時速48キロメートルまででしたらですね、ボタン一つで走行中でも開閉ができるというデザインになっております。そして私の個人的な感想ですけれども、カマロコンバーシブ乗ってどういう時が一番楽しいかというのはもちろん前を見ている方なんですけれども、時々信号待ちで後ろを振り返るとですね、2プラス2なのでものすごくこう開放感があって、その瞬間自分が世界で一番自由な人間なんじゃないかという、そういうふうに思ってしまうようなとても開放感が得られると思います。そしてカマロ SS、 半世紀にわたって人々を魅了したカマロの神髄を受け継ぐというモデルでございます。刺激的なサウンドを轟かせる 6.2 リッター V8 エンジン、最高出力453馬力、そしてトルク617ニュートンメートルを誇ります。今回新型カマロ SS は新開発のパドルシフト付きの10速オートマチックトランスミッションを搭載して、さらにカスタムウォンチコントロール、ワインロックの装備など、さらに力みなぎるパフォーマンスが堪能できるものになりました。それでは新しくなったカマロの特徴的な点を説明いたしたいと思います。フロントフェイスの刷新によってパフォーマンスも向上させております。一新された力強く、精悍なフロントグリルは中央のトレードマーク、防体、この胴体がブラックパートが一体化してですね、中がこう中空式の胴体になっております。このオープン胴体グリルはフロー体とも、言われて、エアフローが増加して、冷却水やエンジンオイルの、温度を低減させてパフォーマンスを向上させております。具体的にはノーマルの胴体に比べてですね、毎分3立方メートルのエアフローが増加して、長時間例えばサーキット走行に走ってても 1.2 度ぐらい、冷却水エンジンオイルの温度が低減します。日本仕様では、安全法規対応、特に歩行者安全、衝突安全の対応のために、北米で SS モデルだけに設定されているこのフロントフェイシアをですね、他の LTRS コンバーシブルにも採用しているというのが日本仕様の大きな特徴であります。また新たに装着されたエアカーテン、ここのそこから、ホイール周りに空気を流して抵抗を低減させております。さらにカマロ SS ではフード中央部、以前は振り分けになっておりましたけども、中央部に大型の、エクストラクタースタイルフードを装備して、エンジンルームの冷却とエアロダイナミクスに貢献しております。これは先ほどの、オープン防体グリルと合わせて、さらにサーキットやトラックでのパフォーマンスを向上させているのが特徴であります。ヘッドランプ、新しいヘッドランプは、シグネチャーランプは LED で、夜間の視認性と存在感を高めて、より精悍でスポーティーな印象となっております。またリアフェイシアと LED のテールランプは、カマロ伝統のデュアルエレメントデザインを採用して、輪郭を際立たせる、立体的な造形美を実現しました。周囲やちょっとここでは分かりにくいんですけども、ブラックアウトさせて、レンズが本当にクールなリアの外観を演出しています。後続車両や、街中を歩いている歩行者の方からもですね、カマロをこう見たときに、振り向いたときに、その存在感が一層ですね、強く印象付けるんじゃないかと思っています。またカマロ SS には、スポイラー、リアディフューザー、でエアロダイナミクスを向上させています。内装に移りますと、カマロ SS のみの装備となりますが、新しく開発したらパドルシフト付きの10速オートマチックトランスミッションが搭載されております。ギアレンジ拡大で高速走行時のエンジン回転数を抑えて、洗練度をさらに向上させて、またクロスレーション化で最適なエンジン回転を維持し、あらゆる速度域でパワー、トルク、特にトルクの最大化を実現しております。さらにカマロのハイパフォーマンスを最大限に発揮する機能として、回転数やスリップの量をドライバー自身で選択できる、そういうカスタムローンチコントロールや、駆動輪のグリップを最大化するバーンアウトに必要なラインロック、これもカマロ SS に標準装備しております。
ローンチコントロールは800回転から2400回転の間 で許容スリップは 15% から 25%、 失礼しました、 15% の間でメニュー画面でドライバーがコントロールできます。またあのラインロックでは車を停止状態、その前にあれですね、カスタムローンチコントロール、停止状態から急加速させるときに、まあ、エンジンの回転数や、まあ、タイヤの空転を防ぐ自動制御技術のローンチコントロール、それと同時に、まあ、前輪をロックさせてですね、ラインロックしてホイールスピンをすることでタイヤを温める、こういった、まあ、グリップを最大化させるバーナーと、なかなかあの日常では使っていただきたくありませんがよくあのやっぱりアメリカマッスルカーとして衝突する機能でありますし、特にサーキットを 走る際、あのタイヤを温めるときに活用していただける、そういった機能です。ここにさらに GM が誇るダンパーシステム、マグネティックライドコントロールが加わりますから、トラックのサーキットの走行がますます楽しくなるということは言うまでもありません。内装でもテクノロジーを進化させております。こちらもカマロ SS のみとなるんですけれども、まあ、次世代型のリアカメラ、ミラー、フレームデザインが一新して、まあ、さらにズームや角度調整、それと明るさの調整、そういったものをボタン一つで操作でき、ボタン操作で可能になりました。またこの、まあ、フルハイビジョンと同等のですね、207万画素の解像度によって高精細なストリーミング映像がミラーに登場されます。このちなみにこのカメラはあのこのミラー用のカメラはそのリアディフューザーのセンターピラーのところに装着されています。インフォテインメントも同時に進化させております。第6世代で大きく前進したカマロのインフォテインメントは、まあ、イメージは初代カマロのインストゥメントパネルなんですけれども、それを現代的に再解釈して、で先進装備をつけております。エンターテインメントジュースシボレーが独自に開発したインフォテインメントシステム、シボレーマイリンクをカメラは標準装備しております。インターフェースは8インチのタッチスクリーンで、まあ、さらに解像度と処理速度を向上させております。さらに BOSE のプレミアムオーディオシステムに加えて、まあ、快適なドライビングをサポートする Apple CarPlay や Android Auto にも対応しております。スマートフォンを車につなぐとマップはもちろんのこと、電話であったりメッセージ、送受信、ミュージックなど、まあ、スムースに、かつ簡単に操作できます。私自身も普段から使っているんですけども、まあ、日常的に、まあ、iPhone で Siri を活用して、まあ、明日の天気、まあ、特に昨日は何回も確認しましたけれども、天気とか、あるいはあのもちろん iPhone に入っているつながっている予定表、明日の予定、次の予定なんだっけという音声機能で、まあ、車と対話しながら、まあ、Siri を通じてですけども普段からは便利に使えると。それでは改めてモデルラインナップをご紹介します。カマロ LTRS クーペ、直噴2リッターターボ、そして発足のトランスミッション、元はトランスミッション、ゴーリングドです。カマロコンバーシブル、直噴2リッター4気筒のターボ、そして発足のオートマチックトランスミッション、ゴーリングドで、カマロ SS クーペは直噴 6.2 リッター V8 エンジンに10速のパドルシフト付きオートマチックトランス、これのこちらもあの購入可能です。希望小売価格、カマロ LTRS クーペが、税抜きで490万円、カマロコンバーシブルは税抜きで570万円、カマロ SS クーペは税抜きで630万円。またこの新型カマロからあのメーカー指定点検整備とメンテナンスをパッケージしましたシボレメンテナンスケアプログラム、これを標準化いたしました。これは新車登録日から3年または6万キロまでが対象で、2回の法令点検、それと定期交換部品や消耗品の交換を無料でご提供するプログラムです。アメリカ車、まあ、中には世間ではメンテナンス高いんじゃないかというイメージがあるかもしれませんけども、そういったお客様の購入後の不安を少しでもあの払拭していただきたいと思い、このようにこういったメンテナンスケアプログラムを標準で設定。そして今回新型カマロの日本導入を記念しまして、本日同時にローンチエディションを発表いたします。初代60年代に人気を集めたハガーオレンジに敬意を表し、カマロのヘリテージを象徴する、まあ、鮮烈なオレンジのエクステリアの新色として、まあ、ラインナップされた、その名もクラッシュ、クラッシュオレンジ、クラッシュと言っております。
僕の写真は69年の初代カマロの時のイエンコ、カマロイエンコでございます。日本市場ではクラッシュを限定車のエキスピアカドキカラーとして採用して、そしてブラックカラーのデカールのアクセントを加えて、さらにブラックペインテッドホイールのをつけてですね、その相乗でひときわスポーティーなパワフルな印象に仕上がっています。こちらの写真は2007年のコンセプトカーでございます。この限定車はクーペモデルのみの設定で SS と LTRS からお選びいただけます。限定車の台数構成、カマの LTRS が20台、そしてカマの SS が30台、計50台というふうになります。希望小売価格はカマの LTRS の限定車が税抜きで520万円、そしてカマの SS が税抜きで660万円となります。限定車も同様にシボレーメンテナンスケアプログラムが標準設定されます。さて今後のスケジュールですが、カマの LTRS、カマのコンバーシブル、カマの SS およびリミテッドエディション限定車すべて本日の11月22日より販売を開始いたします。本日もこれここ渋谷キャストで25日日曜日までですね、一般のお客様にもご覧いただけるよう3台の新型カマロをこちらの方に展示いたします。また全ディーラーに試乗車を配備した全国統一レビューフェアは年明けの1月12日から14日までを予定しております。大変長らくお待たせいたしましたが、この後外で皆様方に新型カマロをご覧いただきたいと思います。いくつかご案内がございますので、一旦アベにマイクを下します。ご清聴ありがとうございました。